ユーゼス君の大気浄化弾のおかげで特殊電磁切りが地球を覆ったまだ。まったくとんでも副作用だよ。ディーリングレーダーもまだ実験段階ですし、 TDF の作成能力を維持リスク低下しています。電磁ビルの中和はまたできるのか。そちらも時間がかかっているようです。やはりユーゼスに何らかの対処策を出す方が。また奴が失敗したらどうするんだ。ですがこの件に関して最も欲しいのは彼です。いいだろう。ライスはもちろんユーゼスコッツを連れてきた場合。わかりました。そうです、大気浄化弾を使ってしまったため、今地球は電磁切りで覆われています。その対処法を何とかしなければならないのです。ユーゼス、君に命令する。特殊電磁切りを除去する方法を考え出すんだ。なんだその態度は。私よりウルトラマンにも頼んだ方がいいのではないか。私、彼は地球の救世主だ。きっとこの事態を何とかしてくれるだろう。そういう差なんだ。貴様がこのような事態を引き起こしたのだろう。私を責めるのはいいが、地球の大気をここまで汚染した責任はどう取るのかね、地球人の諸君。ユーゼス、何を言ってるんだ君は。貴様、まあいいだろう。特殊電磁気のデータを調査したい。行動の自由を保障してもらえたんだが、護衛および監視職として限りセーバーズを急につける。わかった。アイアセーバーズはユーゼス君と一緒に東京上空の電磁切りを調査してくれ。わかりました。キリマ隊長、ウルトラマンが分析しよう破壊シールドの通信がありました。なんだって、そんなバカな。なんということでしょう。ウルトラマンが街を破壊する、どういうことでしょう。そんなことはありえない。二人とも落ち着け。電磁気の調査は後回しだ。アイアンセーバーズは分析して急行してくれ。さあさあ、大変なことになりました。ウルトラマンが、ウルトラマンが分析師を襲う、街を破壊する、そんなことありえません。だってそうでしょ。なんでハヤタがいるのにウルトラマンが現れるんですか。彼は分離したなんて一言も言ってません。ともかく今は大急ぎでグラウンドバースへ向かいます。おそらくある場所はドルギランと同じ場所。そう、パーソナトルーパーの格納庫。急げ急げ。目的地は分作分作。お、あったあった、これだ。ひどいな。これがウルトラマンの仕業だというのか。ウルトラマンはいないようだな。当然だ。さあ、足の人々に詳しい話を聞いてみよう。口々にウルトラマンは嫌われてしまったようです。ああ、なんということだ。ウルトラマンは残虐な宇宙人だなんて、そんなことはありえない。
きり言いましょう。どうも気になって仕方ありません。今回は調査を中断します。それでは皆さん、さようなら。